皆さんこんにちは。バス停から123歩。この番組ではぐるっと堺のバス停から私がカメラを持っていろんな人とお話ししたりしながらお散歩します。今日のバス停はこちら、大関悠遊館です。今日はとってもいいお天気でだいぶ暖かいので、いろんな方と出会えるんじゃないかと期待して行ってきます。これなんかイルミネーション綺麗そうなやつがある。お、コミュニティセンター、すごい立派ですね。ここなんかいつも行くところよりもすごい大きくて立派ですよ。コミュニティセンターでなんかこの地域の話聞けるかな。大関ってどんなとこだろう。こんにちは。はい、こんにちは。はい、すいません、今この大関のバス停からお散歩してるんですけど、はい、この大関の地区のお話とか魅力とか教えていただきたくて、はいはい、そういうお話できる方っていらっしゃいますか。はい、じゃあセンター長呼びますね。はい、お願いします。センター長お願いします。はい、はい、こんにちは。こんにちは、はい、この大関の地区の魅力を教えていただきたいんですけれども、はい、お願いできますか。はい、あ、よろしくお願いします。はい、じゃあそちらの方で、はい、はい、あ、いっぱいパネルが、はい、じゃあの、はい、大関の名前のね、由来がここにあるんですけども、はい、近江と大口の王と、はい、関の2つが重なって大関村と。なるほど、くっついて大関なんですね。そう、なんか大関って聞くとお相撲さんを思い出しちゃって、はい、あと玄関入ったところにもお相撲さんの絵がありましたけど、それとは関係はない、ね、お相撲さんが由来ではないですね。あ、なるほど、はい、くっついて大関っていう名前になったんですね。きちんとした歴史がある名前ですね。はい、はい、でこの大関がですね、はい、実はあの地図で見ると、はい、ハート型ハートハートなんです、ね、本当だ、大関のね、綺麗にハートですね。そうそうそう、大関のね、皆さんのハートのね、はい、ある方ばかりでね、きっと散歩されると、はい、そういう方に出会うと思います。ああ、よかった。それはちょっとワクワクします。ぜひ楽しみにね、はい、夢のある大関、なるほど、ハートのある大関。なんか館長さんからも熱い、ね、ハートの熱さを感じますもん、ね。あ、感じます？ありがとうございます。すごい感じます。で、実はあの、はい、今ここなんですけど、今ここ、ね、で実はあの夜ですね、はい、ここの辺まで歩いてみると、はい、西の方を見るとですね、はい、猫バスが走ってるんです。猫バス？はい。え、あのトトロの、トトロの、はい、私が思ってるあれでいいんですか？そうです。実はですね、はい、ここからね見ると周り何もないので、はい、天気のいい日は星も見えるし、はい、西の方を見ると越鉄の電車が走ってるんです。はいはい、ここ。それが本当にもう真っ暗な暗闇の中を明かりだけがねずーっと走ってるの。ああ、あの猫バスの光ですね。そう、あの窓から見える。そう、もうぜひ見てください。はい、もう素敵な場所です。本当ですね、ちょっとここも見に行きます。ぜひね、すごいロマン、人情味のある大関ね、ロマンのある大関ね。もういろいろついてきますね、星の見える大関、猫バスの走る大関、すごい、もう、うん、もう館長さんで CM ができる大関のいろいろとね、伝説のね、はい、お話もいっぱいありますね。ありますね。ここ行きましたよ。行きましたか。関の石団子、うん、有名ですね。太刀のお地蔵様、はい、太刀のバス停行った時に行きました。はい、でここあの、うん、答えが結局わからなかったんですけど、はい、ここに答えあったんですね。ここに来ると答えがわかるというね。すごい。はい、謎が一個解決しました。
この近くで言うとね、はい、虎御前の墓というのがね、はい、虎御前の墓、ね、まあ本近くですからね、また見てください。はい、ここはどういったところですか？ね、これはあの曽我兄弟がね、はい、父の敵討ちをして、はい、実はそこでの兄弟も殺されてしまったんですね。でそれから10年余り経った時にその兄弟のお母さんがここに来られて、息子たちの霊が虫となって日本中の田を荒らしているというね、いうふうにお話をされたんですね。でその時に村人が70の塔をね建てられて、それが虎御前の母と、はい、墓というふうに言われてるんですけどね。それから虫の害が少なくなったという伝説ですね。お墓を建てたら虫が減った、うん、はい、今も虫は少ないですかこの辺？うん、いっぱいいますねこの頃に比べたら減ったんでしょうね。減ったんでしょうかねまだぜひ見てください、はい、じゃあちょっとこの後いっぱいお散歩に行きたいので、はい、虎御前の墓も行ってきます、はいはい、ぜひ夜は、はい、ね、とここ行って、はい、夜は猫バス見て、はい、分かりました。カメラもしっかり撮ってくださいね。はい、写真撮ります、頑張って、はい、はい、また見せてください、はい、ぜひ行ってきます。はい、行ってらっしゃい。さあ、虎御前の墓、なんか結構近いらしいんですけど、ここまっすぐかな。今日本当に日差しがあったかいんで、なんかもうすぐ春なのかなって思ってしまう本当なんかお散歩日和ですね。今日はのんびり歩きたい久しぶりの暖かさなんで。なんか社が2つありますよ。あったありました。あれ、虎御前の墓。とりあえず目的地の虎御前に先に行きたいと思います。なんか写真見る感じ、木と木に挟まれてるから、どういうところにあるんだろうと思ったら結構広いところでしたね。でこの虎御前のお墓を建てたことによって、この辺の虫は減ったっていう、さっき館長さんが減ってないって言ってたけど、これ減ったんですこれのおかげで減ったんです、きっと。館長さんが教えてくれなかったら多分スルーしてましたね気づかなかった。じゃあ神社に、春日神社でいいのかな、ここは。春日神社に お参りしたいと思います。あここに道があるから大丈夫かと思ったら、はまったこのままいいお天気が続きますようにってお願いしましたすいません、こんにちは。どうしたんですか、この車庫。ここが錆びてたのを知らんと少し雪溜まってたんですけど、このままほっといたら雪で行ってしまった。大雪でしたもんね。どうぞ。じゃここにずっと住んでます、大関に。ここに75年と75年6ヶ月ここにいます。でも住みやすいからずっとここにいられるんですよね。いいとこやだ、本当にいいとこや。大関ってこんないい場所ないよ、はい、どういうところが、山崩れない、はい、洪水ない、はい、で雪を降るでスキーできる。あら、冷たい境に冷たいで米、いい米取れる、うん、あ、美味しいお米ができる。じゃあお父さん、この大関の
中で一番好きな場所ってどこですか？ここ。ここ。自分で。ここ。ここ行ったらいいよっていうおすすめのスポーツ。行こうと思ったら、お家でも。ここ行ったらいいよって？うん、なんか、お散歩でここ行ってみたらっていう場所とかあります？お散歩でって、うん、ないやろ、いいとこって、うん、ない、ここが一番ここが一番、じゃあもうお父さんの中でお家が一番ってことは、あの、そこ、はい、に、なんか、お宮さんの、はい、ところにいろんなのあるね。伝承の話、そう行ってきた、虎御前の墓、そう今そこ行ってきたんですよ、うん、なんであんな隅っこにあるんですか僕に言わんといてよそんなもん。でもお父さん子供の頃からあるやつですよね。そう生まれた時にあったんや、うん、あったのはもうずっとあの土地 の、 あの端っこにでしょうねあ覚えてない覚えてるわけないよそんなもん昨日食べたご飯を忘れるような年になったんやで何しに来たんって書いてえこの辺お散歩しに来たんですって3人引き連れてお散歩っていうのはすごい悲鳴気味ぐらいでないとこれはもう散歩しないでしょ見るとこないや見るとこないお父さん一押しの場所がもうお家ですもんね。そうお父さんのお家今見たんでじゃあお父さんのおすすめのスポットは今そう見ました今日らはもう誰かと回らんっていう全然誰かいないか探してきます探してきますご苦労様です、はい、ありがとうございます、はい、どうもどうも。あらさっきお父さんが言ってた川ってこれかな川はあるけど小さくて別に氾濫もしたことないって言ってたのはこれかな。この川の魚を取るなって書いてあるお魚いるんやこの川こんにちは、はい、こんにちは。今この辺を散歩してて、うん、なんかいいところないかなと思っていろんな方に聞いて回ってるんですけどそうですね私はあんまり地だるかんで、うんわかりません今日お母さんもお散歩今えいいお天気やから、うん、お母さんこの川ってお魚いるの、うん、あお魚もちょっと置いてありますけど、うん、これは用水田んぼ行く、うん、用水路ですよね、うん、なんか魚を取るなって書いてあるからでしょう、ね、お魚いるんかなと思ってあの少し、うん、あの買ってきて入れてあるんですけど、うんうん、あっち流れ、うん、あの行かんようにしてね、はいはい、あそこでちょっとあれ止め買ってるんやここでお魚がいるっていうよりは村がね、うんうん、あそうなんですね、うん、村で、うんうん、ほんで余計はこうやって来てないんでしょうけど、うんうん、だからそのちょっと買ってきたお魚が増えていけばいいなみたいな、うん、そうやろねそういうことなんやね、うんうんだけど一日でも元気でこうやってちょっと村の近くを歩いたりね、うんうん、ある人を、うん、自分の気も休まるしね、そうやね、うん、畑見に行ったり、うんねうん、お母さんまだ畑してるの？ あの息子がしてくれるで、うんうん、私は畑のちょっと草取ったりね、うんうんうん、まあ元気調子いいできることだけしてるんです、うんうん、そうなんや、大関に住んでるんだよね。どういうところですかお母さん的にこのところは。私は、うんうん、あの阿波田の方で生まれたんですけど、うん、お嫁に来たんやこっちに結婚してここ大関に、うんうん、来たんです、うん、土地的に、うん、なんていうの 人柄的にはみんな優しい。ああそれはね、うんうん、あの仲良しちょうなるで、うん、畑に見れば声かけちょうなるしね、うん私も、うん、村の人があの畑に、うん、うちの畑に近くにいると、うん、私もその人のとこ行っては離れては時間潰してるんです、うん、でもねみんな畑でねお話できるならそれは楽しいね、うん、やってね、うん、よかった楽しいところで、うん、そうですって、うん、お母さんも体気をつけて、はいうん、ゆっくりお散歩してくださいありがとうございました
らしいですね、ここ。遮る建物がないから綺麗に山が見える。なんか今写真撮ってみたらすごい北海道感出てきたんですけど。こんにちは。なんかどっかお出かけしてたんですか？今この辺を散歩してて、はい、この辺ってどういうところかなとか、なんかいいところないかなっていうのを聞いて回ってるんですけど、もうここ結構大通りにも近くて、はい、交通の便的には結構そうですね、コミュニティバスとかも止まりますし、そこにも、はい、ありますし、じゃあそこに神社ありますけど、なんかお参りとか行きました？今年の初詣とかに。初詣は毎年来ていますし、うん、そこの神社ですね、うん、はい、お祭りとかもある、何も出物は出ないんですけども、うん、ただお参りするって感じで、そのお祭りが春日神社であるんですね、はい、あるんです、はい、あ、そうなんや、賑やかなんですね、お祭りの時はい、そっか、それはいいですね、ありがとうございます、はいはい、お家まで気をつけてくださいありがとうございます、はい、ありがとうございます。すごい夕日がまんまるで綺麗ですよ、ここ。もうすぐあの山に隠れちゃうんですね。撮れるかな。猫バスがもうすぐ見れる。さあ、さっきセンター長さんが言っていた猫バスが見えるポイントに来ました。ここを猫バスが走るそうです。だいぶね、暗くなったので猫バスをここで楽しみに待ちたいと思います。猫バス、あ、来た来た、猫バス来たあ、ほんとだ。でもあの後ろの赤いランプとか猫バスっぽい。この越鉄を見て猫バスだと思ったセンター長さんってすごいロマンチックな方ですね、本当に。あー、見れてよかった。はあ、すごい綺麗。猫バス見れましたね。本当暗い中を光って走っていくの、ほんと猫バスっぽかったですよね。いや、待っててよかった。いや、センター長さんありがとういいもの見れました。皆さんご覧ください、この綺麗なイルミネーション。ここはですね、一番最初に訪れた大関コミュニティセンターなんです。夜はこうやって綺麗なイルミネーションをしてるんですよ。このハートとかね、大関の形がハートなので大関らしさが出ててとってもいいですよね。ということで今日は大関悠々館前のバス停からお散歩をスタートしました。センター長さんをはじめ出会ったお父さんお母さん、本当に熱いハートの持ち主で、この土地がとってもいいところだよっていうのを熱く教えてくれました。そして今日は気温が寒かったんですけれども、皆さん暖かく私を迎えてくれたので、私も心がほっと暖かくなりました。